ございました。では、捧げ物の時を歌を歌いながらもしたいと思います。今日は受験の日なんですね。受験の日、セカンドオープン、大学入試、ナショナルエントランスエグザミネーションデー。はい。ゆうかさん、ゆうと君、受けてるんですよ。ゆうと君とね、ゆうかさん、あと誰かいるか、そんなところですかね。ユリカ、ユウト、ユウト、お兄ちゃん、で、トラ、はい、まあ、両親が一生懸命なってこの二人の子供を覚えていただきたいなと思います。あとは、はい、新年ですね。フィリピン、オーストラリア、はい、世界の兄弟姉妹といろんな、ね、あのメールをいただいているんですけど、皆さん、うん、子供が全部翔ちゃんと同じようにでかくなってね、はい、もう高校生ですよね、はい、うん、大学になってもいるし、彼らもやっぱりあの厳しい戦いしてるんだと思うね、経済のことで、はい、ということでアフリカのこの間ナイジェリアのね、はい、クリスマサミさん家族のね電話を聞きましたね、うん、元気だって、よかったな、うん、教会の方針も一生懸命やってるわけ。クリスマサミ、うん、ナイジェリア、コール、そう、ディスチャージ。ユニバーさん、エスターさん。ジェア、トータル、ジェニファー、エスター。あと、ジェニファー、エスター、ケント君、サラさんね。ケント、サラ、うん。まあ、もちろん、あの、皆さん、子供が自覚になってきたと思うんですけどね、カーリンさんや、チャバ君なんてね、もう、すっかり大学生なんじゃないかと思うけど。もうちょっと別にね、うん、これはそうなんです。
エリザベス・グルースのミシェル・デザリア・レーナさん、ハンナさんだって、ものすごいお姉さんだって、アントワンさんの娘だって、マリア・シラトニさんですよね、インドネシアのリズマ、ウィリアム・リズマのあの子供だって、2人ぐらいぐらい。はい、ということで、まずこの受験生、また集会の祝福を送りください。ご一緒に行くと、チャンスレイ、ホテルヤダ、ワンミュー、ハレルヤ、天皇同士の皆さんといます。聖学のこの領域の神道を祝福し、またこの、共通1位ですか、その試験が今日明日、昨日、今日ですか、持たれてますね。そうそう、ゆうたくん、またゆうたくさん。助けてください。道が開かれますように、また信仰がさらに強められますように、導いてください。すべて駅にあなたが作り変えてください。両親をまた強めてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ神様、このサイモン香織さん、大船子を格別強め、どうぞこの子供たちを導いて信仰の道に導いていくことができます。助けてください。お願いいたします。感謝いたします。フィリピン、またオーストラリア、はじめアメリカのウザーたち、ヨーロッパのウザーたち、アメリカのウザーたち、そのお一人ぶっとりを強く申し上げます。お願いいたします。感謝いたします。地下教会のウザーたちの上にもお守りの助けを与えてくださいますように、お願いをいたします。感謝し、主の皆によってお願いします。アメン。サンキューベリーマッチ、ありがとうございました。ハレルヤ。